はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ゴッド・オブ・ウォーやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回このね、もうすぐ目的地に着くんですけど、何ですか、これは。文字を見るには回らないといけないのか？これは？読める？さあ、読めますか？ It reads, Sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. 水の中心に捧げよう。Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. いや、これ大事だよ。Are you gonna do it?やるしかなかろう。お、共鳴してんな。ふん。The axe did not return. 戻ってこない。なんか、おお。おお。やばい。何が起きた？ What is this? うお、でかっ。想像を超えたわ。あなたは誰ですか？おう、帰ってきた。毒気が引き込んだ。毒属性がついたんだ。ほんとかよ。The water dropped, and the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before. See? And there's the mountain. Look it. That building leads from the front of the mountain to the top. Oh, どこ行けばいい？どこへ行けばいいんだこれ？ Just under the surface. なるほどね。Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. 情報多すぎ。情報多すぎ。まずあそこに行けばいいのね。We're going to the dock first, right?We'll be the first people to walk on it, who knows how long. You know that serpent? He's one of the giants. He's so big, he's wrapped around the whole world and bites his own tail. なるほど。ヨルムンガルド。ヨルムンガルドを起こしちゃった。父はヨルムンガルドが僕たちを食べようとしていると思ったみたいけど、母親はいつもヨルムンガルドが優しい巨人だって言ってたから怖くなかった。僕たちに話しかけてたけど、何言ってるかわからなかったな。巨人たちはみんなあの言葉を話すの。なんか僕たちのことはどうでもそうな素振りだったけど、ヨルムンガルドと話せたらいいのにな。聞きたいことたくさんある。もともとどこから来たのか、毎日何をしてるのか、何を食べてるのか、何か別の方法で会話ができるかもしれない。おお、それ進化していくのかしら、これね。話が進んでいくのか、進んでいくのかしらね。An exaggeration. I don't know. Looked pretty big to me. 船着場を追加した。おお、これがマジのところでしょ。これあれかな、ファストパスないんですね。ファストトラベルか。ファストパスだと別な用途だった。間違えた。自分で移動するしかないんだろうな。でも目的地が分かりやすくなったのはいいことかもしれない。さあ、神殿と橋を調べる。すごいな。お？なぜ君がそこにいるんだ？But how did you
あ、でも弟か。仕事か。Okay. OK。なぜ君がすぐここにいるわけ？早くないか。To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. まあそろそろね、アップグレードとかしたいですよね。できるのかしら。You rush around like that everywhere? Yeesh. さあ話を聞こうじゃないか。Catch.The pile of rocks there. With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the World Tree. A shortcut between the realms. なんか似たような色の印がありましたね。前にも。Use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. ってことで他の場所へ行ける。Whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path.Listen, you want dead? Yeah, I don't see us wanting that. 東に向かって進む。なんですが、呉服いろいろなんか購入できるようになりました。武器かな。アップグレード、防具のアップグレードを選択。防具のアップグレード。重力ってありますよ。生命力が3つ、三増加する重力。高い。あ、でも銀の掛けいっぱいあるか。クーダウンが三増加する重力。ルーンが三増加。何を極めたらいいってか、育てたらいいのか分かんないな。斧には、そうですね、これ。回復の、絵図っていうのかな？絵頭っていうの。戦闘中得点でアップグレード、ボーナス、能力ボーナスが上がる。比較。木製、あ、筋力上がるんだ。クーダウンが4上がるのもあるし、なんか、五歩ってのもあるし、これ、おいしょ、戦闘を助けてもらう。今は回復だけ。もう一つは守りの、消しの守り。ん？クレイズが瀕死状態になると数秒間ダメージを受け付けない衝撃が発生する。おー、そういうのもあるんだ。いかにも五歩らしい、守るっていう意味にはふさわしい内容でしたよね。あとですね、防具。高っ。チュニック比較防御力が結構上がるな。防御力上げたいとこだけど筋力が結構上がるしな。迷いますねこれね。比較した方がいいかな。あら、結構上がりましたね。でもこれ、結構持ってかれんな。銀の、かけらを。うわぁ、筋力上がる系が多いなぁ。でもね、岩屋さん、処刑人の記憶。どれがいいかな、筋力上がる。何がいいのかな。守りに接するか。これ作っとくとかいいな。1個ぐらいは。これ一番高いやつ。装備する。よし。で、もう少ないかな。これ作ろうかな。
これでいいか。There's quality material. Rate you're going might last a day. 装備する。これ結構筋力上がったな。47まで上がった。アップグレード。リバイアスはないんだ。もうでも資源が足んないわ。足んなくなっちゃった。Best of luck with all the rampaging. はーい。で、スキルが上げられないのかな ?1100。リバイアさんに関するもの、間違えた。トラッキングマーカーはいいんだけど、スキル?縦スキルがあるな。移動。防御力が足んないのか。防御力、低。あ、ダメなんだ。レイジスキル。レイジスキルはちょっとまだいらないよな。弓は?敵にスキルが出てきたとき、またはクレイトスが攻撃できたときに、アトレウスがクレイトスを援護する。これにしようかな。また。リヴァイアさん。近距離スキル。長押しで振り下ろす、強烈な、リヴァイアさん振り下ろす強烈な一撃を放つ。強そう。長押し、近く長押しで斧を投げ入れ、敵連続ダメージで振りを封じる。そういうことで、ヘビアダック、あ、これいいな。これ発動させたいな。1234でヘビアダックが、攻撃、フィニッシュ攻撃。これはやっときたいですね。獲得。遠距離戦闘スキルもつけたいな。でもこれはまあダメなんだ。まあできないっぽいですね。あ、もう取ったんだ。取ったけど次がないんだ。足んないんだ。よし。じゃあ行きますか。待って待って、なんかいろいろあるんだが、あれこれ使っちゃったけど大丈夫かなって。あー、ブロックの店、どこに行けばいいんだこれ。行くとこないな。行くとこないな。まだ行けないのかな。これ目標してるんでしょ。これまだいいみたいですね。使わなくてね。一回じゃあ店出るか。出れなかった。こっちか。随分いいとこに店構えたな。すごいしっかりしてんな。いろいろあるんですよね。行くとこ。こっちはないな。お、行って。この下って何?こっから来たのか。あ、そう、こっちから来たからこっちは特に用事はないと。逆にこの下は、この下は棒とか。と、こっちか。でもなんか、さっき、的みたいになったよな。これ。あれはまだいけないのか。今の目標って何だろう。目的。塔に向かって進むか。これか。お、早速できたよ。戦闘支援。ああ、それでなくて、そうですが、物理攻撃でクレイタスを援護できるようになった。このアビリティはスキル画面でアップグレードできる。なるほど。あれ?こうか。ほ。はい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 。マジ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 だ。こうか。あれ?いた。あれ?盾が出ない。
はい、ショよし。お、爆発するの最後。それはひどいな。それは聞いてないな。注意が必要じゃないか、これ。お。あれ、女が帰ってこない。よし。あ、危ない危ない危ない。危ない。That tower leads through to the mountain. I'm ready. 危ないな、この敵。お前は人間の略奪者だったけど、今は製図呪術に浮かされてるみたい。いつからこんなことが起きてんだろう。怪しい呪術にかかってしまったというか、呪われてしまったのか。お、あい、宝箱2個あるぞ。このルールは知らないや。言語版があれば、翻訳機みたいなもんか、があればいいのか。船着場を見つけた。これはまあ大丈夫でしょう。これも、はい。これは突っ込んじゃうんだ。銀のかけら。これもそうかな。これも銀のかけらかな。OK。これは下がった。待って、これ下がっちゃったけど大丈夫かな。で、さっきのルーン文字を解読するにはルーン言語版があればいいわけだから、それがどっかで拾えればいいわけですよね。船着場を見つけた。ここでも船ないよ。あそこにあるのか。見張り塔、何これ、壊してんのかな。ほっ、おお、道が開けた。お、またナイトメアだ。よっ、よし、こうか。熱っ、熱いじゃないか。あ、まだ、あ、間違えた。よいしょ、はい、はい、よし。意外にダメージが大きかったな。なんか追加した。この相手は僕のことばっかりにやってくる。お、宝の地図。マジですか。モートソグにいる人と獣の支配者。バフまでこの宝を捧げよう。どこにあるのこれ。この、え、重力レア、レイプト合金。どこにあるんだこれ。そんなことはまだ書いてないな。お、宝を探し当てる。マジっすか。ちょっと待って待って、今探すわけね。これ取れないよ。このアイテムはなんかこの剣抜かなきゃ取れないみたいですね。そしてまた3文字の同時に当てるやつが発動。ああ、これ狙いやすいな。よっ、当たってない。何かな。あれ、これ直に当てないかな。あれ、あ、剣が邪魔してるんだ。ってことは、ああ、あれ全部こうしてこういうことか。あ、当たってない、当たってない。 あれは3つ目はなんか違うぞ。あ、時間が足らなかったのか。時間切れか。
早い早い難しくないかここ。これ強攻撃して回収して、開いたやっと開いたよ。よし、それ取れた。これあれかな、スパルタン、いや違う、さらに最大値が上がるのか。あと2個だ。さらに体力最大値が上がるアイテムを後3つで1つ取った。それと船攻撃セット、これもあれか、なんか収集アイテムか。いろいろ出てきましたね、増えてきましたね。で今度上、ごめん、あとですよ、話聞いてなかった。上だってここは登れないね。上はないぞ、何も。これ壊せるのかな、壊せないね。回ってくしかないのかしら。あれなんだろう、これだったら回っていかないとダメなんだろうな。さあそれはどこへ行くんだ。ここはこれで終わりかな。じゃあ戻るか。一回戻して乗るよ。え、乗ってる。で今度こっち側行くのか。いやー、難しかったらさっきのエーブ、なんだろう、3つの封印を同時解かなきゃいけないってとこはね、ちょっと難しかったなぁ。私が難しいなぁ。ここは行っていいのかなぁ。なんかさっきの鎖が気になるんだけどなぁ。でも行けなかった。どうしっきりしよう、行けなかったよなぁ。I wish we could have gone on a trip like this with mother. She could fight, couldn't she?Yes, she fought beautifully. なるほど。一戦士とし、戦士であり母でもあったわけですね。ここに来ちゃったけどいいのかな。降りるしかない。絶対こうやって出てくるんでしょ、これ。この尺を見つけた。さあ、とりあえずこれ読んでくれ。Boy, over here. Yes, sir. Kavekia. お、なんか来たぞ。なんか見知ら、なんか来た、変なの来たぞ。どういう敵？お、こういう敵か。一体だけ？浮かせて、おっと、これ痛い。はいはいはい、よいしょ、いあ、また爆発せず、こいつ、はい、また危ない、危ないって、出てこいよ、来いよ、いい、浮かせて連打、いい策連打。いやいや、十分手伝ってくれた。お、What is that? A spirit. It's talking to us.
And it hears you as well. Oh, すごい。遠慮せずに。いやー、ちょっと待って。あなた誰よ。タッツェープルム。すごい名前。半分猫。半分爬虫類。トカゲ猫。猫トカゲかな。どうしよう、変な顔見せるよね。地面に潜って獲物との距離を縮めてくる。爪と歯はとっても鋭いけど、何にも気をつけなきゃいけないのは、尾についた毒の、茨かな。やばそうな。尻尾やばいですね。さあ、湖の亡霊と遭遇したわけですけど、今回動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。一体何者なんですかね。なんか結構、なんか親しみある感じだけど。次回やっていきたいと、また次回やっていきたいと思います。それでは、さよなら。